ものは恋の歌水色持ち出し壁に描くあやふやな通わせいかに誰も分かってくれないバイバービクトリー。はいどうもこんばんは。俺たち 2.7 次元ダンスパフォーマンスユニットバイバーでーす。はい、今月も始まりましたバイバービクトリー。せーの、ブイブイ。よし、見れた。やってない？やってない？自分はこれだからってやってない。ブイブイはね、バイバーが北千住シーウェーブから50分間お送りいたします。今月もよろしくお願いします。お願いします。ブイブイ。はい、ということで一人ずつ自己紹介していきたいと思います。はい、7月入りまして一回島に帰ったんですけども、あの島も暑かったんですが東京も暑いなと思って帰ってきた未来です。よろしくお願いします。7月、暑い夏、島に、ちょっと行ってサメと遭遇しましたゆうやです。よろしくお願いします。食べられなかった、はい、島は行ってなくてお留守番組だった良生です。お願いします。あ、ちなみになんですけど、あの東京が37度記録した時に、あのめちゃめちゃ灼熱のこう地獄のタイがあるじゃないですか、タイのバンコク、その時タイは31度だったっていうあのことがありました。もう日本がめっちゃ暑い話、クソ暑い日本、東京暑い、タイに勝ったんよ。ビルとアスファルトでってこと？そういうこと？あとはそのオゾン層が薄いか、それ全体じゃねえか。日本の全体じゃねえか。日本の東京のそこだけちょっと穴が開いてるみたいな。なんかねあるんですよね。やばいね。でも37度、東京で37度。でも37度の時はマジ死ぬかと思いました。ね、やっぱり目玉焼けんじゃないの？マジで焼けるあれは。焼く？今度道で焼く？やろう。やってみるか。あの鉄板の上に置くの？それとも皿の上に置くの？だからめちゃめちゃあのアイスなんでしたっけ？アイスネックっていうのがあるじゃないですか。そう、あれをめっちゃ。電車の釣り革みたいな。あれがものすごい役だったんですよ。わかるわかる。もうあれめっちゃありがたかった。わかる。今日もしてきたもん。今日もしてきた。あれないと生きていけない。しかもなんか最近の予約の分はあれをもうドロドロに溶かすことだからね。どこまであれを凍らさずにどこまであのブヨブヨにするかみたいな。あれですか、前なんかツイッターに載ってたやつですか。そう。いや、それぐらい暑かったってことですよ。そう。予約も暑かったかもしれないけど、そう。予約の熱が上がったかもしれないけどね。発熱。はい、ということで今日もバイパービクトリー始めたいと思いまーす。イエイエイ。はい。ということで、あのツイッターでもお知らせいたしましたが、本日のテーマは、ババン。ババン。帰ってきた指打ち大会。ねえ。はい。誰も知りません。はい。バイパーのですね、あの YouTube に上がってまして、あの一回指打ち大会っていうのをやったことがあるんですよ。まあ、指打ちってなんでっていうか、あの、この指を使ってね、もう競争しようかっていう。なんか VV だとさ、V 多くない？これでも逆さに挟んだりなんかしたり。あのね、テレビの前、画面の前とかだとこう大幅に動くことができないじゃないですか。なのでこの上のテーブルの上でできることをやろうということで、指打ち大会を考案したんですよ。はい、でその時に良生さんいなかったんですよね。そうなんですよね。休んでだから俺は見てただけど、あの良生さんって架空の良生さんがここにこれですね。良生だったんだよ。そう。で、なぜか両生が勝つっていうよくわかんない。俺の言うてきたしよかったんだよ。なんとなく察したっしょ。はい、なので、これ前回と同じものです。なんで撮ったんだ、それが。出たー。可愛かったから。適当に変えたくせにみんな可愛いってみんな言ってくれてさ。可愛い。未来さん描く、そのもう人物像、マジ可愛い。ゆうやくん左手の方がいいんじゃない、もしかしたら。カメラがあっち。あ、そう、カメラさんがね、ちゃんとね、あのテーブルを開けてくださったので。はい、これをですね、ここに、あなた左手にする？右手でいいよね。どうやってやるんやっけ？でも勝ったじゃん。勝ったんだ。そう。じゃあ、ママ、それは任せます。これをここにペッて貼ってね。あの、これが分身です。だって左手歯磨きもできないんだよ。でも勝ったじゃん。本当は左手につけて俺の代わりにやってほしいけど、今日俺がいるから。いるから。
それがいるから使えないっていう。はい、なので今日の僕たちはこれです。これです。はい、バイパーでーす。バイパーでーす。俺たち人間の次元ターソフォーマンスユニットバイパーでーす。よう動きますね。だってあここにやるのか。そう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 。わ、超足長くね。超足長い。すごい。なんで両手で、しかも僕さ、行けないからそこに。わ、超燃えるやんけ。わかる、僕頑張ってここだから。なんで今日はですね、ね、スタジオありますけれども、ほとんどここに集中するっていう回でございます。ちょっと、バイパービクトリーの中で一番地味な大会を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。わーい、前回とかね、タワーとか作ってましたもんね。そう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 。はい、ということで、まず第一競技、指打ち聖火割り。わーい。ということで、はい。ご本人様には目隠ししてもらいます。なんご本人様には目隠ししてもらいます。目隠しだよ。で、普通スイカ割りって目隠ししたらこう回るじゃないですか。はいはいはい、違う、こっちね。大元ななんですけど、それは無理なので、その場で10歩歩いてもらってからのスタートです。10歩歩き見あるからもうけど、その場足踏み、はあはあ、その場足踏み、それで動いちゃったら自分がミニチュア、ね、ミニチュア、ミニチュア、あれです、はい、ミニチュア、ちげえよ。ミニチュア、はい、ミニチュアナッツだけ目隠し。はい、なので、スイカ割りをしてほしいと思います。はい、スイカだ。で、スイカがですね、前回は同じこれくらいの大きさだったんですけど、今回ちょっと趣向を変えまして、ちょっと変わっております。なので、それもお楽しみください。ということで、僕は分かってるので、あのくじをね、作ってきたの。スイカのくじ。スイカのくじ。スイカのくじとは作ってきたので、はい、2人じゃんけんして、どっちからか先に。僕最後やります。最初はバイバーじゃんけんぽい。あ、負けた。珍しいこと。負けたったよ。はい。じゃあこれ。はい。まあ残り物には服があるから。じゃあゆうやくんから、ゆうやくんから行こうかな。これ開けるのいい？開けていい。開けていいんだ。はい、開けちゃう。でてん。スイカの色の緑だよ。わーい。ん？僕。はい、ゆうやくんは？第で、女性は中、僕が小です。ということで、ゆうやくんからスタートしたいと思います。はい、はい、じゃあ、ゆうやくんは両性と交換してもらって、なんかあれじゃない、こっちにちょっとこう行ったらいいんじゃない。あ、ね、で、目隠したらいいんじゃない。いろいろこう行ったらいいんじゃない。目隠ししたらスイカ出てくるから、うん、こう行ってったらみんなこっちが怒るんじゃない。ゆうやくん代だっけ。いや、もう目隠して、いや、両性もまあ、だけどそんな複雑なことしないで。はい。じゃあ、両性さん、ちょっとこれ持っててね。あー、はい、苦手、まあ、暗いよ、苦手だよ、暗いの怖いよ。これ何。ちなみに、スイカはあれです。え、あれ、あこれ、なんか、いた、なんか静電気みたいのいた。え、ちょ、何やばい、これ準備してくんだった。っでもね、これ、この大きさね、難しかったもん。触んないでください、ちょっと。こうやった方が早いよね。何事。え、すごいっすね。すごいでしょ。いや、何が。すげえ。変な音するんだけどね。未来さんが今秘密兵器作ってる、武器作ってる。これ結構大変。何、こんな大変なんだ。まあ、いいか。え、何言ってる。しょうがねえ。前回大丈夫っすか。大丈夫っすか、これ。大丈夫。だいぶ破損してる。大丈夫。今の大丈夫で破損してる。大丈夫、破損してる。これ可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。可愛いでしょ。マジでスイカ。いけた。若干ね。スイカが来るよ。スイカ。いや、だって僕回ってますね。さっきの。ください。はい。ここからスタートするの？ここ？カメラどこ？ここ？カメラがまずこう。カメラに。え？いい感じ。あ、オッケー。手だけ映ればいいから、オッケー。あ、ナイスナイス。本日のね、顔はね、それです。あ、こんなに後ろにあったの。これかな。ここがスタートかな。はい、じゃあやります。ここスタートかな。はい、では予約のせ代わりいきますよ。はい、10数えます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、スタート。周りはね、好きにしていいよ。え、これ自分でやるってことですか。自分で、え、どういうこと。自分で目指してスイカを潰してください。はい、割るというか潰すんです。はい、頑張って。え、そこ行くの？左とか言おうよ。そこ行くの？本当に？そこ行くの？そこ落ちるよ。落ちる。え、スイカないんだけど。
え、スイカないんだけど。いや、あるあるやる。今ぶつかったじゃん。今ぶつかったじゃん。今出会ったよ。戻って戻って戻って。戻って戻って戻って。はい、戻って戻って戻って。スイカないんだけど。いや、さっきぶつかったって。え、だって台だもん。俺さっき台だもん。そう、台だもん。それを、あの、頑張って潰して。まあ、あの、釉薬に関してはいいよ、飛んで。飛んでえ、これを潰すってことそう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 、飛ばないと無理だよ。ここどこ？予約に限って飛ばないと無理だ。そう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 。ところでこれは何をしてるの？秒数で話さずに潰す。これを手を離さずに潰すんですか？潰す。予約だけ飛んでいいよ。せーの。待って、わかっ、え、手を、え、手を離して。何何何何？はい、どうぞ。え、手を離さずに潰すんですか？そうそうそう。まあ、話さ、まあ、自分でこうあ、いけたジャンプしていいってずるくね。待って、いや、これジャンプしないと無理でしょ。はい、どうぞ。何これは、はい、大のスイカ割りです。これは、え、待って、1万6畳でも結構かかってたよ。1万6畳、1分ぐらいかかってたよ。でかくないだって大だもん。いいな、ダイ。ダイだもん。ダイジャンプ。え、中ダイ。中もあるよ。中もあるよ。中ジャンプは？はい、じゃあゆうやくんはじゃあ1分ぐらいですね。あ、なるほど。はい。ちょっとゆうや曲がったよ。これでもなんか。ゆうやが1分ぐらいですね。1分ぐらいですか？これでもなんかいけんじゃね？はい、手はな、え、手離さないですよね、でも。そう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 。手離さないですよね。あ、でも別に飛んでもいいよ。え、わかんない。ただ的がね、的が。やり方が全然ねえ。潰す潰す。え、いや、もうね、ダメだ。全然脳みそで理解できてない。あの、両生も飛んでいいよ。え、待って、僕はね、多分飛んだらしい。飛ぶとかじゃなくて、あれ、飛ぶとかじゃなくて、あの、え、潰せばいいんですよね。潰していいよ。え、あの、だって、両手は、両手をついた状態で潰さないといけないんですか？あ、飛んでいい。両生も飛んでいいよ。ね、ゆうさんのそう、もの鼻息が、はい、じゃあ両生、鼻息、鼻、俺ここにいると思ってるな、今、まあ、だとしたらチューしよう、はい、はい、じゃあ両生を定位置に つけてあげて、はい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 、じゃあ行きまーす、両生スタートしますよ、潰す、せーの、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 はい、いいよ、スタートして、なんでモデルあるんですよ、ね、この時点ではい、ではどうぞ、こっから行くんすよね、そう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 、あれ、あ、もうなんか、うん、あ、でもいい、まあまあまあ、大丈夫、大丈夫。それを、あの、スイカ割りならぬスイカ潰しなので、あの、別に飛んでもいいし。何してんの？え？待って、潰すんすよね？潰すんだよ。潰していいよ。予約みたいに飛んでもいいし。地味だな。地味だな。待って、待って。あ、やだった。やだった。待って、出て、出て、出て。お前動くんじゃないぞ、マジで。あれ、はい、おめでとうございます。いけた、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 だいたい40秒ぐらい。なんかさ、あのさ、この我々の爪が黒いじゃん、はいはいはい、ハイヒール履いてるみたいな。はい、じゃあ最後は僕やりますね。はい、やったー。僕はでも分かってるので超綺麗に潰れたんだけど。え、じゃあ、一番僕が的だったらやばいっていう話を。確かにこれ小さくなったらマジむずいかも。そう、だからなんで、素材値が分かんなかったなんで僕が難しいんだろう。これ一番むずいと思う。え、これマジでむずいと思う。ジャンプしてもいいとかいうペナルティーもらっても無理だと思う。カメラ前を撮ったりいや、これは相当むずいわ。AD の位置ですね、これね。AD の位置です。え、これはむずいわ。なんか難しさを今分かった。あ、わかんねえ。メガネの子。皆さん、寝起きみたいになってるから。寝起きみたいになってる。うん、大丈夫。はい、じゃあ、スイカさんスタンバイしてもろって。はい。あ、これ無理だ。僕メガネ無理だ。スイカさんのスタンバイ位置はもう、ユウさんの、ユウさんのもう、気持ちでいいってことです、ね。どこ、ここ？俺、スタート位置置きますね。こうやって、ここですね。はい。よし。ちょっと、普通にちょっと浮かばせるんだ。バカンスな。バカンスな。そうそう、そのぐらいくらいですか。全くわかんないけど。あの、時計を見ててね、ちゃんと。え、時計。よし、よし、よし。はい、じゃあ、未来君のセッティングお願いします。はい、皆さん、動かないでください。皆さん。はい、はい、せーの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。結構前、夏進まないのね。
いや進まないよ、だってさ、なんでどこにあるの探してください。いやもうすぐ見つかる、ね、これは難しい、やった人は分かる、そう、小さすぎて無理だよ、ユースの結構遠くない、うん、あ本当、いや、やっぱね、なんかさ、そこはもうなんとなく 目を閉じてると、ミライ君は机がそれぐらいのサイズ感だった。確かに、確かに、そんなに結構細かいですね、もっとなんか大胆でいいと思うんですけど、大胆、もっと、あ、じゃあスキップして。じゃあ、ミライさんをスキップとか歩かしちゃダメなんですけど、超ちっちゃいんですから、もう。え、小さすぎて本当にわかんない。もっと大胆に、大胆に。腕いっぱい伸ばして、腕いっぱい伸ばして。あ、そんな向こう、崖、そこ崖、いいですよ、皆さん応援の声をもらって。あ、逆なの、逆あ、面白い、面白い、え、待って、開いた、はい、ペリペリペリ、ピピ、すげえ、これ誰が早かったの、え、分数見てた、なんか1分10秒、お、あ、偉い、誰が早い？1分、誰が早いの？え、待って、ユウさん何分だった？ユウさん1分ぐらい。いや、もっとかかる。1分、うん、1分、1分、よし、皆さんに決めていただく、誰が一番早かった？おー、マジか、寮生さんじゃないか、イエーイ、全員一だったよ、全員一で一番あったということで、やっぱ大胆にいけんしなんでも、はい、よっしゃー、この地味なゲームどうですか？地味ですよ。あの1点が怖いんだよな。あなたはそれ刺したままやるの？ずっとスイカにめり込んでる。結構むずい、でも結構むずい。これね一番多分いいと思うよ。はい、はい、はい、ということで涼星さん、涼星さん勝ったね。ウェイウェイ、はい、ということでそのままいきますよ。はい、はい、ではいきます、はい、指一借り物競争、イエーイ、借り物競争とは、はい、借り、あ、この中にあの札が貼ってあります。あらら、札があるよ、で、これは皆様に協力してもらうものなので、はい、あの結構入ってます、いろいろ、ハズレもめちゃめちゃ入ってます。これはこっち来ないとダメだよね。そう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 、ここはみんなで書こうか。そう、いや、皆さんは持ってそうので、ハズレもあるので、どれだけ借りれるかです。あ、僕もつけるじゃん。あ、俺つけた。そう、つけたまだな。全然超忘れた。じゃあ、しょうがねえ、僕もつける。全然もう、はい、定位置ない。オッケー。じゃあ、これはどれだけ拾って、どれだけできるかです。あ、僕大変じゃん。僕こうだな。え、これこうやる？あなた中腰じゃない？え、じゃあ、そういうこと？もうちょっとこっち、はい、こっち来ればいい。はい。あ、俺ここまで。でも、どの道借り物に。コードコード、ああ、借り物だから多分年中立つってことでしょ。そうじゃあもうなんか、はい、行きます。なので2本しか使っちゃダメです、はい、でも開くのはいいです。はい、開くのはさすがに2本じゃ無理なので、はい、はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。え、あ、落ちてた。待って、これ何？はずれ。待って、どこ？どこ？先生、開かないんですけど。ちっちゃい。ねえ。はずれ。開かない。ちょっと待って、どうやって、サメグッズ持ってる人。サメグッズ。サメ。何でもいいサメ。サメ。なんかサメ。開いた。やった。はずれ。ねえ、はずれ。ちょっと待って、はずれ。外れ。このさ、外に出たやつにも絶対いるよね。あ、いた。何これ、どこまで何したら人が勝ちなの？とりあえず時間いっぱいまで。時間いっぱいまで？ね、外れしかない。外れ。持って帰ったら、あの、ちゃんと持って帰ってね。帽子。メガネ。メガネ。いやー。待って。ないんだけど。全然ないんだけど。あれ。外れね、外れ、ほんとない？あ、あった。コーラ！外れ！え、外れ！ね、ちょ
ちゃんと青を出しとくところ偉いわ。ねえ、ねえ、ねえ。やべ、絶対外れだこれ。外れだ。ねえ、これさ、外に出てるやつに絶対いるんだって。わかる？本当だって言うんだ、そっち側出してるやつ。痛い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 。外れる。猫グッズ。クマムシ。え、クマムシよ。クマムシって何？はいはい、お客様の中に生ハゲはいらっしゃいますか？生ハゲはいらっしゃいますか？ね、誰がクマムシ？クマムシになってクマムシ。帽子にする。それお客。ね、生ハゲ。我こそは生ハゲだと思う。もう外れ。ちょっとアラスだ。あとだけマイク。マイク。マイクの黒い。ああごめんなさい。失礼しました。マイクの黒い。もう発覚なくしすぎて。興奮すぎて。興奮しすぎてもうね、お前のカメラを完全にね、下げて。ちゃうねん、ちゃうねん。俺は無理だ、それ。もう全部やったんじゃない？あとでちゃんと片付けますんで。もっと細かいもの散らかしてたからね。あとでファブリーズして。あのね、出てないものが多分あるはずなんだ。え、ちょっと待って。出てないものがあるはずなの。何？もうないんじゃない？あるはずだよ。あ、でももうそろそろ CM だ。あ、いたいた。ほら外にある。あ、でもなんか外れな予感しかしない。もうなんかもう。あ、外れ。いや、もう見つからない。はい、ということでこのまま CM 行きましょうかね。CM どうぞ。え、もうなくない？じゃあ結果発表からだな。
ああ、そういうことね。はい、ということで、はい、さっきの借り物競争の結果発表。じゃあ、借りてきたものを一人ずつ上げていきたいと思います、はい、1個目、ストラップ。僕、はい、これもストラップっていうのね。うんうん、はい、ゆえくんは1個目、スイカ。年季の入ったスイカ。はい、じゃあロセさん。はい、帽子です。はい、じゃあ2個目、サメグッズ。かわいい。かわいい。かわいい。サメグッズ。さすが。はい、次、ゆやくん。お客様の中に生ハゲが。生ハゲ持ってこれませんでした。終わり。誰かがね、泣く子はいねえかっつってこっちに来てくれればね。そうだよ。顔は出せないけど、そこに借りてくれる。そこにいるの。悪い子いねえがって言ってくれたよね。はい、りょうせいさんは。で、俺は猫グッズ。お、いや、2人とも多くない？猫ですね。はい、じゃあ3個目、メガネ。メガネ、おしゃんなメガネケースですが、メガネ入ってます。お、メガネ。これ中まで出すとあれなのかな、出していいのかな。ででん、おしゃんなメガネ。いや、かっこいいわ。すごいね、めちゃくちゃおしゃんやな。いいね、めちゃくちゃおしゃんだわ。おしゃんメガネ。ごめんね、ぐしゃぐしゃにしちゃったらごめん。はい、で、ゆやくんはなかったね。ない、生ハゲがいない。はい、で、りょうせいさんは。はい、俺はコーラでーす。よくコーラ持ってたよね、本当に。コーラー、いや、よう当てたわ、コーラ、あの中から。お前今、アメリカンボーイみたいな。はい、で、4つ目、ペン。え、4つ目？4つ目。4つもいったの。すげー。なんならね、クマムシがいてくれたら5つあったんだよ。クマムシ、宇宙に行っても生きてる。クマムシ冷凍しても生きてる。あの、ということで、借り物競争、イエーイ、僕が勝ちました。未来君の勝ち。キュンありすぎる。じゃあ、ということで、はい、借りたものはありがたくいただきましょう。借りたものはありがたくいただくとして、ちょっとね、後で考えよう。後で考えるんだ。考えるんだって、みんな。はい、では最終競争ですよ。はい、指一層。パフパフ。指一層。指一層。ってことで、あの、完全に指で競争してもらいます。カラーコーン出てきたで。はい、カラーコーンなんかこのサイズ売ってるんだ。100均に売ってんだよ。すごいよね。あ、そっか、あれだ。これだ。そうですね、確かに。あ、これどうしようね。そうだな。あれね、ちゃんと回って帰ってこないといけないので、うん、どうしようね。こっちの方が良かったら、この辺だな。あ、こんな感じ。じゃあ一回コーラをこっちに、全部コーラとかも全部こっち置いて、マイクもちょっとずらして、ちょっとこっちに行って。大丈夫、僕たちの声も大きい。大丈夫、僕たちの声は。そう、声がでかいから、まあ大丈夫でしょうって言われて。声は。ということは、これさ、じゃんけんでさ、コース決めない？はい、え、あ、うん。好きな絶対さ、大変なコースあると思うんだよね。こう行って戻ってきた勝ち。2周ぐらいしようかな。2周1周だとだって終わっちゃうじゃん、うん、じゃあこのヘリをタッチするとこもね。あ、そうね、ヘリをタッチして。やっちゃった、やっすいません、ありがとうございます。僕の指位置のために。オーマイガー。はい、では最初はバイパーで。え、グーチョキパー。グーチョキパーで。ここでじゃんけんする。むずいよ。せーの、最初はバイパーじゃんけんぽい。これ何？チョキ。チョキ。あい、これパーだな。え、これパー？これパーだ。あ、パーだった。あ、勝った。誰が勝った？誰が勝った？で、最初はバイパーじゃんけんぽい。あ、負けた。じゃあ、両生から選んでいい？え、待って、勝ったはいいけども、いいコースってどれ？はい。コースなくね。あ、こっちか、これか。じゃあ、これな。じゃあ僕こっちだな。いや、まだ終わりか。終わりな。いや、でも2周回るのちょっと大変だと思うよ。お前マイク気にするのよ。こうやって行けばいいんだよね。こうやって、うん、こう回りね。みんなこう回りね。逆回り誰か失礼したら多分ぶつかるぜ。はい、じゃあこれ妨害ありなんですか。妨害任せます。では、行きたいと思います。2周な、2周な、2周な、2周な。よーい、スタート。ちょっと待って、あれ、はい、あれ、まあ、まあ、全然、あれ、まあ、この2人がわちゃわちゃしてただけだけど。あれおかしいな。倒れてる。倒れてるけど、倒れてるけどちゃんと回ってきたもん。倒れてる。なんなら倒したの君たち。僕がこういった時にボンって。動画証拠ない。いや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 、ね、倒したの確実。ね、いや、あの、これ、
YouTube に残るらしいので、それを確認してください。よろしくお願いいたします。ちょっとこれだけじゃ時間がちょっとあれじゃない？まだいける？第2ラウンドか。あと5分あるもんな。そう。分かった。じゃあ今1点つけてもらって。はい。分かった。じゃあ 第2回戦モデル歩き。ですね。え、こういうこと？もうあれですよ、パリコレの。パリコレモデル歩き。あの、もう本格的なやつですよ。そう。じゃあ僕たちは。だからモデル歩きしてないやつは、あの、ゴールしてない。もうちゃんと決めてくださいね。そうそうそう、オッケー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 。では、用意、スタート。地味。後ろ歩き大変。君たちがこれのせいで、あのすいません、本当にごめんなさい、本当にスタジオの方すいません、もうこれがこうなるの、僕こうしながらこうするからね。一番の苦労に、いやでも、いや待って、寮生がこっち側行けないじゃん。モデル歩きでも勝つっていう、もうここ来てこうなってるよね、もうここ。じゃあ何がいいの、何歩きがいい。左手。ああね、うわ左苦手だな。左手コウモリ出すっていう神経も多分、じゃあさっきのも多分僕のパターンじゃん。じゃあ1も変え、じゃあ1変えるか、1変えるか。あーね、じゃあいいよ、どっちか弾いて。え、結局俺有利じゃね、左だったら。僕は真ん中、え、結局左だったら有利じゃね、俺。そういう問題じゃない、妖精のそばに邪魔される話。あ、マイクをなったっけ。そうそうね、邪魔するとね、世界で一番。あー、来たー、危ねー。申し訳ございません。あもうごめんなさい、事故でしかない。僕たち怒られる。怒られる。しかも仮にの強度は。俺手伸ばすわ、こうやって。妖精手長いから大丈夫だ。私手伸ばすわ。予約が落ちている。俺死んでる。世界一シュールだな、これ。はい。では。なんだっけ、左手で普通にちょっとこういうコースにしよう。こういうコースにしよう。はい。じゃあスキップ。やべ。スキップ。しかも左や。俺が取れそう。あ、テープはまだある。俺取れそう。します。はい。よーい、スタート。待って、どういうこと？あれ。ダメだ同時で。でユウさん落ちたの。ね、俺落ちたんだけど、どこ。ユウさん途中なんか事故ってませんでした。ということで、騙されても何をしても僕が勝ちでーす。あー、だったらいやーすげえんだよな、マジで。手だけ動かねえの。絶対手だけ動かない。もうこれダメだ、これ。やっぱ競争って大変だね。競争大変だよ。体力使う、はい、本当に体力使うわ。体力使うわ。ということで、はい、ピーチ層はこれが全部ですけども、はい、結果発表はね、後でやるのであるんですけどね。まだこの後もう一個ね、うん、あれがあって、もう一個あるんですけどね、あれだから、あれがあって、あれだから、とりあえずちょっと疲れたので、はい、一旦 CM 行きましょうかね。はい、はい、じゃあ CM どうぞ。どうぞThank you.
かわいそう。はい、ということで、どうぞ。はい、ということで最後の企画始まります。ワンフレーズ選手権。はい、こちらのコーナーはお題に沿ってメンバーとかいろいろやって一番いい人を選んでもらうというコーナーです。はい、はい、今回は、はい、ビーチで最高のナンパをしてください。ついていきたいと一番思われた人に1ポイントが入るそうです。まあ、ビーチ選手権はビーチだからね。ビーチ、あー、ビーチかー。ビーチだって。わかった。ビーチだから、これで告白したら。へー。あーね。あ、せめて。じゃあすいません、あのちょっとカメラを告白のタイムの時に指アップにしていただきます。あっちでね。そうだよね、これでいくもん、ね、だって指位置だもん。指位置だから告白するの指だから。この方が気持ち悪いんだよ。はい、じゃあじゃんけんしようか。マジで何に分け合ってね、マジで勝った人順でいこうか。これはいいか、普通だよ。最初はバイパーじゃんけんぽい。珍しく出したのにな。はい、行こうでしょ。あいこうでしょ。でも一番最初なんや。知ってる。やべえ、何も決まってねえ。ああ。よし、じゃあ。はい。ビーチだよ。こっち上げたからね。ビーチだよ。ビーチだよ。ビーチ。はい、ビーチ。告白するために、はい、みんなあっちに行きます。誰もいない。はい、そうですね。そうですね。カメラに向かって。では、ミレイ君のビーチでナンパまで。3。2、1、どうぞ。暑いよね、この海も。暑いと思わない？さっきさ、あそこで海の家見つけたんだ。だから一緒にかき氷食べて涼まない？え、すぐ触ってる。足蹴ってる。気持ち悪いな。いいじゃん。すげえ。はい、はい、これ難しくないね。これで告白って意外と難しいぞ。あの自分表すのって難しいぞ。これ。はい、ということで、ゆうやくん大丈夫ですか？うん。はい、ではゆうやくんのビーチの張り直そうか。死んだ。待って。告白で死ぬのやめよう。熱中症で死んじゃったの。なんでこんなに荒れてるの、このセロハンテープ。はい。はい、どうも復活しました。はい、ではゆうやくんのビーチで告白まで3、2、1。へい、彼女。ゆうやだよ。両立ちなんだけど気持ち悪い。俺、あっちに掘りやすい浜辺見つけたんだ。俺と一緒に最高の穴掘らない？こうやって埋めてあげるよ。埋めるの？はい、ありがとうございます。それくらいしかやることないよね。いや、うまいと思う。ちゃんと指で告白うまいと思う。指で告白してないで、押ししてないで、最後君で指で告白だから。落ち着かないで落ち着かないで、涼星さん。いいですか、準備万端である。え、涼星さんもいる？いる？いる？大丈夫かな？大丈夫かな？なんでちょっと死にかけて。足投げ。なんで足そんなに長いの？なんでそんな長いの？ねえ。つけてる場所じゃない。何、パリコレモデルの何かなの？つけてる場所じゃないですか。なんで？こう、ねえ。はい、では。気持ち悪い。はい、涼星さんのビーチで告白まで。3、2、1。友達と明日バレやろうぜ。すいません。あ、バレーボールありがとうございます。何しました？あ、友達と、あ、海水浴に。あ、ちょっとお詫びなんすけど、すみません、今日クソうまい酒持ってきてて、ちょっと一緒にパーティーしますね。あ、行く。おっしゃ、楽しんでいこうぜ。イエーピジュアル。ありがとうございます。
はい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 。なんで？水入れ大丈夫、水欲しい。涙が止まる。あ、超無難な、無難な。涙が止まる。いや、あのさ、足の長さと、あとちょっとオカマチックな、あの感じでも内容何も入ってこない。こいつ代わり、このこいつ代わり、こいつ代わり。あと足バレーって大変だよ。足だけむずい、ね。涙が。めっちゃ笑ってる。ということで、はい、はい、ということで、はい、一番良かったと思う人に拍手をしてくださいね。はい、みんな死にそうだって。いろんな意味で、ついていきたい人でお願いします。これについていきたい人でお願いします。これね。はい、では順番よくいきましょうかね。はい、はい、では僕が良かった人。未来くんの指位置良かったと思う人、拍手。はい、じゃあゆうやくんの指位置が良かった人。穴掘り、穴掘りすげー、穴掘りが良かった。はい、じゃあ両手さんが良かったと思う人、両手さん。絶対こいつじゃん。いや絶対内容じゃなくてこいつじゃん。多分聞き方変えたらお前が1位なんだ。そうそうそう、一番クソ笑った人に拍手してください。未来くんだと思う人。しゃあね、あの身体的特徴を無理だと思う人。はい、りょうせいさんだと思う人。あー、おかしいな。おかしいね、ほんと。ほんと、最高のビジュアルだったよ。最高のビジュアルで最高のあれだったよ。もう見ろこの顔。こんなにこんなに地味な指位置でこんな盛り上がってくださって本当にありがたいことでございます。ありがとうございます。ちょっとやばかったですね。ということで結果もらいに行きましょうかね。待って、俺マジ怖えな今日の。特技に指位置入れよう。俺なんか変なのどんどん増えてくじゃん。一番うまいぜ。はい、はい、じゃあ結果発表。パンパン。怖い怖い怖い。第3位、うん、第3位というかドイツだな。ゆうやくんとりょうせいさん、ドイツです。俺ということで僕が1位です。おお、どうなってんの。いつも通り。しょうがない、圧倒的だ。ここでたとえ勝利をしたとしても俺らには1ポイントずつしか入ってねえから。俺だってこっちがね、じゃあね、スイカ潰しもやってる。圧倒的やの。いや、そうか、スイカ潰したじゃん、最初に。潰しただけなんですよ。あのワンフレーズでみんなが入れてくれさえすれば優さんだったのに、みんなちょっとね、空気読んでる。そんなことない、俺がたとえ入っても圧倒的だった。そんな圧倒的だと思ってなかった。そんな圧倒的だと思ってなかった。どうする、はい、はい、ということで、今回の罰ゲームはですね、はい、残り3分、あれ、ちょうど3分だね。3分ね、まだね、残りね、6分ありますね。あの5分ぐらいかな。じゃあ5分ぐらいかな。はい、はい、ギャルを出てください。ただし、どうしよう、これでギャルをするの。これでギャルをする。俺のギャルを無理だって。もうこいつイメージついちゃったもん。でもなんかちょっと寸劇みたい。じゃあちょっと、ちょっとじゃあ2人でギャルを寸劇して。じゃあギャルを寸劇、じゃあそれで。はい、じゃあ涼星さんとゆうやくんのギャルを寸劇まで、3、2、1。ジョリース、ジョリース、今日何して遊ぶ？今日酒飲んじまうぜ。飲んじゃ、朝まで飲んじゃう、イエーイ。シャンパン片手にチャラッセイ。なんでさ、二人斜めなの。ギャルオって斜めなの。ちょっと斜めにし、っていうか俺の手黒すぎじゃねえ。俺黒ギャルなんだよ。黒ギャルを。地獄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 。はい、ありがとうございます。気持ち悪い。はい。いや。いや、いい特技見つけたね。いや。ぜひ皆さんもお家で指位置やってみてはいかがですか。ウェイウェイ。いやー、はい、なんか負けたけど悔しくねえんだよな。バイパービクトリーでね、こんなに地味な、地味なっていうか、こんなテーブル1個しか使わないバイ
カービクトリー初でございましたが、カメラで抜いてくれるから見てる人が何人かならないのがいいね、テレビの色はね、これね、これさ、あの後で YouTube にもアップされると思うんですけど、見た人びっくりするよね、途中でバッて見た時にズッキュンにこれがブンってくるし一体何してんのこの人たちみたいな。確かに世界で一番わかる、なんか人形劇してんのかなみたいな。いや、おーば破壊しました。なんかマイナス100ポイント。なんか若っ、どこ行った。え、ここにある。え、どこ、あれ、よく見えんねお前。ちょっと、はい、はい、ということで、ちょっと怖かった。はい、バイパーのお知らせいきましょうかね。はい、バイパーね、次回の放送が8月の19日です。はい、19日となっております。いや、ウェイウェイなの。あ、ギャルを引きずる感じ、わかんない。はい、バイパー今月と来月とライブたくさん入っておりますが、詳細が、あの出てくるのがツイッターとかホームページになるかと思いますので、17日もライブなんですけど、先ほどね詳細が出たので、あの19日もライブに出る予定でございます。まだ詳細が出ていないんですけど、はい、初めての箱なので、はい、随時チェックしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。いろんなライブあります、はい、そしてですね、まあ、ドラマもですね、ただいま制作中でして、はい、はい、はい、クラウドファンディングもありがとうございました。ありがとうございました。本当に本当にです。楽しみにしててください。はい、楽しみにしていただければと思います。指だけ出ることはないけど、なんかこれが楽しいから指血出たりしてない。なんでもありなんだよな。そういう企画もの、あるかもしんない。待って、あるかもしんないぞ。ちょっと気持ち悪くて楽しかったね。ちょっとあるかもしんないぞ、もしかしたら。一場面で、ね、はい、一場面であるかもしれないです。本当にやりそうでも、はい、なのでドラマも楽しみにしていただければと思います。はい、はい、そしてね、僕たちの新曲とかもね、多分ね、この夏あたりに出てくるかと思いますので、新衣装出ました。はい、そう、新衣装出てるので皆さんチェックしてください。はい、そう、絶対楽しいからね。そう、ずっとやりたかったテーマがチャイナでね、衣装ね、来ますのでね。はい、この夏チャイナでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まだもうちょっとあるからね、もうちょっと喋るよ。喋るよ。お疲れたんでしょ。でもさ、クラウドファンディング終わって初めてこうみんなの前に立つイベントがこれなんですよね。そうだね。超久々。そう久々。久々なのに、なんかみんなで指で遊んでね。本当に。いかがお過ごしでしたか。みんなでビーチに行きたい。いや、そうだね。ビーチに行こう、みんなで。ビーチに行きたい。あ、分かった、今度砂酔いすればいい。そしたらみんなでさ、砂酔い。じゃあ指じゃなくて、身で行きたい話よ。砂山作れば。砂山じゃない。はい、はい、ということで、この夏、バイパー楽しんでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。いやー、はい、指だけ動かしてもこんなに全身で汗ってかくの。VV はやっぱもうね、あのね、おかしいよ。そう、だって座ってるんだよ、基本が。ぶっちゃけやる側も見る側もね、結構体力使う番組だと思う。ね、はい、体力がちょっとね、心もとない方とかはぜひ観覧に来ていただいて、ね、運動、ジムに行った以上の、運動量があるみたいです。結構ね、結構やばいと思う、マジで。意外と皆さん動いてるし、脳みそも使えるチェックもしてるし、そうそんな感じです。はい、そんなわけでね、今回も見ていただいてありがとうございました。